河井屋八,八は日本の官僚、政治家、自重次長や第四代参議院議長を歴任する。静岡県出身。静岡県立掛川中学校を経て、1904年東京帝国大学卒業後、内務省に入省して佐賀県内政部長代理などを歴任する。1918年に内閣法制局に移り、翌年に貴族飲食機関長、 1926年に内大臣府秘書官長となり、1930年から7年間に渡って皇后宮大部検事従事長として昭和天皇皇順皇后の側近として仕えた。1938年1月7日に貴族院議員に任命された。貴族院では同政会に所属した。この間、鉄道会議議員を兼ねた。 また第日本法徳社社長ともなっている。サツマイモ栽培やサボウリンの普及運動に力を尽くし、サツマイモ博士とあだなされた。戦後、第1回参議院議員通常選挙に静岡県選挙区から立候補し、参議院議員に当選した。当選後は、緑風会に所属し、3年後の第2回参議院議員通常選挙でも再選された。 1953年には参議院議長に就任した。1956年の第4回参議院議員通常選挙では議長在任中だったが落選し、高齢だったこともあり政界引退を表明した。没後に十二位、君一等局実党課題受賞が受賞された。1955年3月26日、河合は鳩山一郎と共にフリーメイソン第2階級に、 昇進した。河井家は代々庄屋を務めていた家系であり、父の河井重蔵は九代目の当主にあたる。重蔵は静岡県会議員や衆議院議員などを歴任した。ありがとうございます。